昨日のことを思い出すと今でも手が震えそう。エンローヘルフレイムの極大攻撃、すごい威力だったね。おう、でもユリコさんが回避バフかけてくれてたから怖くなかった。あ、プロデューサーさん、アンナちゃんすごいんですよ。昨日も一人でボスを倒しちゃって。一人じゃないです。アンナたちパーティーだから。え、公園のリーダーだなんてさすが勇者だね。おめでとう、アンナちゃん。でもあの、やっぱりアンナには無理です。え？本当のアンナはすごくないレベルが足りないから。アンナちゃん、ごめんなさい。あの、待ってください。あのね、アンナちゃん、私もアンナちゃんならリーダーにぴったりだって思うんだけどな。ユリコさん、だってゲームではあんなに決断力があって、指示も的確で、どんな敵にも立ち向かう勇気もあって。あれはゲームだから。でもゲームをしてるのはアンナちゃん本人だもん。私、アンナちゃんにはきっとあると思うの、リーダーとしてのスキルっていうか適性みたいなの。はあ、あのプロデューサーさん、アンナできるかも。一人では自信ないけど、ユリコさんと一緒なら。え？私はリーダーなんて向いてませんよ。人見知りだし、たまにネガティブになりますし。でもゲームだと元気だから平気だと思います。そんなブーメランを返すだなんて、プロデューサーさんの意地悪、ド S。
ゆり子さんがいてくれたら、アンナ、どんなクエストでも攻略できそうです。アンナちゃん、プロデューサーさん、おはようございます。おはようございます。はい、今日は地方公演のメンバーで集まって自主練をしようかなって。レッスンルームの予約取りに来たの。でもプロデューサーさんも忙しそう。何してるの？セットリストって、え、私たちだけの希望じゃなくて全員分のですか？つまり誰と誰が一緒に出てどんな曲を歌うとか。自分のは想像したこともあったけど、みんなの分までは考えたことないかも。あ、プロデューサーさん、みんなに聞いてみてもいい？あ、そっか、どうせ自主練で会うもんね。アンナちゃん、それって名案かも。はい、任せてください。行こう、アンナちゃん、最高の瀬戸利を求めるクエストに。瀬戸利の希望ですか？どなたと一緒になってもアリサには最高のご褒美なんですけど、ゆくちゃんとゆりこちゃんとはユニットでご一緒してますから、心も一つだと思ってます。ムフフ。ありがとう、アリサさん。私もアリサさんと一緒だと嬉しいな。ふぅぅぅぅ、アリサは幸せ者です。もう人生に悔いはありません。アリサ、ちょっと
うるさい。そっか、いくちゃんはどうしてアリサさんと一緒がいいの？ね、アリサさんっていつも面白いけど、ステージではとってもキラキラしてるでしょ。私もアリサさんみたいにキラキラしてるアイドルになりたいの。だからだよ。イクちゃん、イクちゃん。わかるな。私もアリサさんのそういうところ憧れちゃってるから。よーし、イクちゃんとアリサさんの希望は私が大切に預かったよ。ありがとう。どういたしまして。公演のリーダー役大変だと思うけど頑張ってね、ゆりこさん。アリサ生きてる？嬉しすぎて気を失いそうだ。だけでかく。ふむふむ、シホは新鮮な曲と。はい、歌い慣れていない曲はちょっと不安ですけど、新鮮さも必要だと思いますから。でも2人とも大変だね。リーダーだからってセットリストまで考えるなんて。どうしたの、アンナちゃん。カレンさん、アライブのリーダーだよね。リーダーレベル高そう。リーダーのコツ教えてくださいです。コツ、私はリーダーって言ってもみんなに支えてもらってただけで、だからリーダーレベルはそんなに高くないと思うよ。別にリーダーシップを取るだけがリーダーじゃないんじゃないですか。リーダーだからって張り切りすぎるのもどうかと思いますし、私はゆり子さんとアンナがリーダーなら不満はありません。私も2人がリーダーって聞いて嬉しかったから、やっぱりいつも通りでいいと思うな。そうなんでしょうか。そうだといいな。二人ともありがとうございます。ありがとう、アンナ。頑張ります。プロデューサーさんの役に立てた？
ない。あ、アンナちゃん。大丈夫だよ。うん、ちょっと疲れただけ。ちょっとって感じじゃなさそうですけど、本当に大丈夫ですか？ダメですよ、ゆり子ちゃん。倒れてからじゃ遅いんです。今すぐ寝てください。ゆり子ちゃんの寝顔はアリサが全力でお守りします。わはー。地方公演の告知もあるんだし、頑張らなきゃ。こんにちは。今日はアリサたちの新情報たっぷりお届けしちゃいますよ。お相手はナムコプロのリリーナイトと望月アンナとって、ユリコさん、名前そっちじゃなくて。何ですか、リリーナイトって。ごめんなさい、間違えました。七尾ユリコ、七尾ユリコです。それじゃあクイズの回答は、ゆり子さん、答えをどうぞ。はい、答えは、丸って、ゆり子さん、これ、丸×クイズじゃないよ。ごめんなさい。惜しいです、ゆり子ちゃん。丸、いいお月様ではありませんでした。そろそろお別れの時間だね。それじゃあここでプレゼントのお知らせだよ。はい、こちらの私たちのサイン入りポスターを抽選で。ゆり子ちゃん、それ別の番組のです。ポスターはあ、こっちでした。あの、皆さんとステージでお会いできるのを楽しみにしています。ではこの辺で。バイバーイ。ごめんなさい、私、悪夢のような失敗ばっかりで、もう立ち直れません。それは放送事故だからですよね。 NG 集とか衝撃映像みたいなものですよね。はあ、タイムリープして生放送の前からやり直す力があればいいのに。お疲れ様です、仕事。アリサ、次のお仕事に行ったよ。あの、プロデューサーさんはこの後シアターに帰るんですか？だったら一緒に行ってもいいですか？自主練していこうかなって。休むって、そんなことしてられません。今日みたいな失敗、地方公演では絶対できないし。それに私、もともとダンスが苦手だから。
みんなより頑張らなくちゃダメなんです。ならアンナもシアターに戻ります。ううん、アンナちゃんは帰って休んでね。私に付き合わせるわけにいかないよ。私も気になってるところをおさらいしたらすぐに帰るから、心配しないで。え、でも。お休みって、お休み？こんな大事な時に、どうしてですか？でもゆり子さん、プロデューサーさん、行っちゃった。うん、忙しそうだね。ゆり子さん、お休みするの？まさか休めないよ。お休みするとしたら公演の後かな。今は考えられないもん。ごめんね、私が頼りないせいで心配かけて。でも私頑張るから。できない分頑張るから。ほんと、アンナもゆり子さん、少し休んだ方がいいと思う。ゆり子さん、最近忙しそう。ゲームにもログインしてないし、アンナ、ゆり子さんとリーダーしたらもっと一緒にいられるって思ってた。私だってアンナちゃんとゲームしたいよ。練習の後もたくさんお話ししたいよ。でもやらなきゃいけないことも覚えなきゃいけないこともいっぱいあって忙しくて。でも一応私の方が年上だし、しっかりしなきゃって思って。ゆり子さん、だってアンナちゃんが言ったんじゃない？え？アンナちゃんがリーダー一緒にやろうって言ったんじゃない？だから私全然器用じゃないし、リーダーもやって練習もしてゲームもなんてできないよ。ゆり子さん、ごめんなさい。アンナのせい。違うの、アンナちゃんのせいじゃないよ。
ないけど、私、私、プロデューサーさん、はい、わかりました。ハンナもゆっくり休みます。どうぞユリコさん、入って。うん、お邪魔します。ここがアンナちゃんのお部屋か。あ、お泊まりさせてもらうんだからご挨拶しなきゃ。あれ、お母さんは？あ、まだ帰ってない。うち共働きで二人とも遅いから。そうなんだ。じゃあ、あとでだね。ユリコさん、シフォンケーキ食べる？アンナ、お仕事で覚えたから。え？いいの？食べる食べる！あー、楽しみだな。長かった戦いもこれで終わり。勇者ビビットラビット、今こそあなたの力を見せて。切ったよ。ここでビビットラビットが究極進化、ダメ押しのパワーアップ。リリーナイトのアシストがあればビビットラビットはいつだって無敵になれる。二人の力が一つになれば世界だって変えられる。ラビットハートアクセラレーションアタック！雷鳴竜サンダードラゴン、イベント中に倒すのはもう無理だと思ってたけどやったね、アンナちゃん。ユリコさんとクリアできて嬉しいです。あ、雷鳴竜の鱗ドロップしてる。わあ、すごいよアンナちゃん。
それってスターライトイヤリングの材料だよね。クリティカル2倍の最強装備、ユリコさんにあげる。え？そんなもらえないよ。私ほとんど勝手にダメージ受けて勝手に回復してただけなのに。でもユリコさんと一緒に倒したから。それにリリーナイトに似合いそう。アンナちゃん、じゃあ今日はお泊まりだから時間あるし、デアドロするまでボス戦回そっか。うん、ユリコさんありがとうです。え、どうしたのアンナちゃん。アンナ、こんなにずっと友達と遊んだの初めて。アンナ転校ばっかりして友達全然できなかったから。アンナちゃん、そうだったんだ。あのね、私もなの。こんな風に友達のお家にお泊まりしてゲームで遊ぶのなんて初めてで。初めて同士だね、私たち。遊ぶこともお仕事のことも。私ね、アンナちゃんともっといろんなことがしたい。ゲームもリーダーのお仕事もちゃんとしたい。うん、泣いちゃったりもしたけど、アンナちゃんと公演の準備するのすっごく楽しかったんだ。アンナちゃん、リーダーに誘ってくれてありがとう。ひどいこと言ってごめんなさい。ううん、一緒にリーダーしてくれてありがとうです。今度の公演もその後もずっとよろしくお願いします。間違いませんように、歌い出し間違いませんように、歌い出し間違いませんように。ユリコさん大丈夫？ごめんね、さっきまで平気だったんだけど今になってまたドキドキしてきちゃって。ユリコさん、リーダーはどんなに緊張してても全然平気って顔してた方がいいんだって。うふ、イクちゃんのリーダー論はスパルタだな。ユリコさんなら大丈夫。それじゃあまた後でね。安心してください、直前のリハは完璧だったとプロデューサーさんの顔に書いてありました。準備の時は二人が頑張ってくれたから、今日は私たちに支えさせてね。カレンさん、ハリさんもありがとう。で、公演のリーダーでしかもトップバッターなんて
最高の立場ですよね。でもふさわしいと思います。一緒に頑張りましょう、ダブルリーダー。シホもありがとう。うん、一緒に最高のライブにしようね。はい、みんなが声をかけてくれたおかげで なんとか。でもユリコさん、まだ震えてる。そうだね、まだちょっとだけ。じゃあアンナちゃん、手冷たいね。うん、アンナもドキドキしてる。私、頼りない相棒でごめんね。すぐに逃げたくなっちゃうし、思い込みも激しいし、ステージの前は未だに足が震えちゃうし。けどアンナちゃんが私を引っ張ってくれて、ここまで連れてきてくれたから、頑張れそう。アンナ、引っ張ってない。二人で来たの。そうだよね、私たち初めて同士だもんね。あのね、私今回の曲のアンナちゃんと一緒にハートを作る振り付けが大好きなんだ。今日はこの会場を丸ごと包み込めるような大きなハートを作ろうね。アンナ、ユリコさんとなら作れるよ。すごく大きなアンナたちのハート。